こんにちは、ショーです。ではですね、シノアリスやっていきましょう。今回、ストーリーの第3章ですね。すいません、僕、アリスとスノーのクロスストーリー第3章を、撮ったんですけど、ちょっと機材トラブルで音声が入ってなかったので、もう一回頭からいきますね。はい。で、こちら、アリスとスノーホワイトのクロスストーリーになってるんで、結構そちらの方も楽しめるんじゃないのかなと。まあ、どっちで行ってもいいです。アリスで行ってもいいし、スノーホワイトでも、どっちでも行ってもいいので、まあ、とりあえずアリスで行きますかね。戦いが舞う、不毛な空間、ライブラリー。結構この二人タイプが違って面白いなと思います。自分以外の全てが化け物であると思ってた、その場所で、少女たちは開口する。生を束縛される。アリス、束縛のアリスと、まあ、正義のスノーですね。彼女たちは出会った瞬間に理解した、お互いの思想が相入れないこと。そしてまあ、なんかスノーさんは結構抵抗ある感じでしたよね。目の前にナイトメア倒すことに殺さねばならないこと、だが作者を復活させるため、まあその正義、私がしていることは正義なんだと言い聞かせて、ナイトメアをどんどん倒していってるっていう印象ですね。でね、まあこれ2回目なんですけど、全然まあ2回目行っても問題ないんですよね。まあドロップ率が結構悪いんで、まあね、結構ナイトメアとかドロップしてくれればありがたいなと思ってますけど、はい。では結構ね、まあ見ていただいた方はわかるんですけど、ガチャ回して強くはなってるんで、装備強化とかもしっかりして、ここら辺は全然サクサクいけるんかなと思います。個人的な動機だけで作者に復活してほしい、だそうです。まあ2人とも完全に個人動機だもんね。他者の命を奪うとは、あなたにはわからない。あなたにはわからない。正義にとらわれている。おー、痛いところついてきますね。アリスさんは正しくなければならない。いいな、美人二人だな。関係ない。あといったまあこんな感じですね。私は戦い続ける。これどうなんだろうな、スノー連れてったらちょっと変わるのかな。うん、ナイトメアドロップが来るといいんだけどな。次は2節ですね。あなたの振りかざす正義がみんなの正義とは限らない。おお、だからもうここの最初のカットっていうか、それもあれか、スノーホワイトに向けてるのか。まあ、会話みたいになってるかな。次だとあれか。ケーキをどうぞ。だから次もしかしたらスノーホワイトさんのカットが来るかもしれないですね。オッケーオッケー、ゴーレムさん。で、これが、よしよし。まあ、ゴーレムさんダウンさせて。あら。まあ、サクサクっと言ってくれますね。結構、周りの人も強くなってきたと思うので、まあ、このあたりは余裕ですね。同情などし。うん、普通にアリスは強いからな。多分、他のキャラのストーリーで詰まるんですよね、僕。でこの風スキル、風属性のスキル 3回以上使ってクリアっていうのが僕クリアできなくて、風属性が1つしかないんで、アリスだと。いやまあスノーさんで行ってみようかな。一応風属性4つ持ってるから、今度はこっちで行ってみますね。全体が子に奉仕し、子が全体に奉仕する、それこそがなすべき正義の世界だ。あ、こちらがさっきのアリスの
アリスに対する返答なのかな。風を使っていこう。仲間を傷つけさせたりしない。でまあその風のミッション、風を3回使わなきゃいけないっていうのですけど、3回使う前に倒しちゃう可能性があるんですよね。あれこれはちょっと出てこない。今2回、でもボス戦があるから大丈夫だと思うけど。持ってくれ、いけるかな。だからこれであの風属性しか装備しなかったらこのミッションは楽だと思うんで、まあそういうやり方も。あ、頼む。よしよしよし、これで3種使ったかな、3回使ったかな。うん、こんな感じで大丈夫かなと思います。そうか、結局ミッションをねクリアしないから僕、あれ、ああよかったよかった。うん、クリアしないからもう一回行くのに全然抵抗がないんですよね。今3節まで行った。じゃあ4節行きましょう。じゃあ今度はアリスブレイカーで行きますね。あ、やっぱ交互ですね。この世界は間違ってる。あなたも、この私も。あまあやってること2人ともめちゃめちゃですかね。作者を復活させるために全員殺してやるっていう感じだから。私と兄様の力です。とりあえず風のミッションがあるんだったらこれでいくか。ブレイカー使いますね。多分いけると思うんで、まあボス戦を運んだけあれかな、クレリック使うかなって感じですね。ああ、やっぱどんな刃も通させしない。まあこの共闘相手次第では時間かかりますね。ゴーレムさん、硬い硬いゴーレムさん。よし、これで風属性は全部使った。まあ一応 SP 消化しておきますか。はい、この勝利は彼のために。彼のために。でこれで、まあ、ミッションも埋まってと、石ももらえてという感じですね。よし、では5節いきましょう。はい。世界が間違っているなら正義を持って正すべきだ。たとえそれが茨の道でも。ふんふんふん、なるほど。まあこんな感じでこの章の最後までは行くのかな。さっさと終わらせよう。よしよし。はっ。そうか、アリスアリス、イバラ姫、シンデレラか。まあ、シンデレラがどこまで火力を。おお、すげえ、1097、すごい。結構強いな。仲間を傷つけさせたりしない。おお、相手はバフかけてきましたね。バード、バード全部上がってんじゃん。よしよし、いけましたね。いやー、シンデレラさんが大活躍だな。ドロップ来ない。本当ナイトメア落ちないよね。結構スタミナ余ってる時とかに、あ、回復スキルを1回以上使ってくるや。あ、なるほど、ちょっと違うのかこれ。どこで見れるんだっけこれって。ミッション情報って見れないの。ミッション情報って行かないと分かんないのかな。そんな回復をって、あんなん、うんじゃん。
どっちかしか優先でき、まあでも風優先でいきますか。私は私の信じた人を救う。それが私にとっての正義だ。他の人には決定させない。まあ作者さんを復活させることが私にとっての正義だという感じですね。いや、これ交わるといいっすね。会話的なものが聞けて。やっぱ途中まで独り言感あるもんね、1、2章だと。あらら、はい、なんとか戻りましたね。まあ冒頭のストーリーだけお見せできたんで、6節はもういいですかね。ちょっとあの戦闘画面があのなんていうんですか、無限ローディング入って放置してたらいつの間にか戦闘終わってたんで。私が自分の正義を疑うことはない。なぜならそれが私のすべてだからだ。さすが正義のスノーさん。次はいけるかな。ここをサクッと通信できると嬉しい。オッケーオッケー、いけたじゃん。ケチラス、やったね。復活しましたね。うん、なんか無限ローディングも放置しとけば治るんだね。いつもなんかタスクキルとかしてトップページ戻したりとかなんやかんややってたんですけど、それだとミッションに復帰できないこととかもあるんで、放置でいいかもしれないですね。次からちょっと放置してみよう。は、仕方ないですね。よしよしよし、風いけ。いいね、ウィーク404、でかいな。このダメージでかいっすね。オッケーオッケーオッケー。なんであそこだけ回復。お、ナイトメア出た。やった、ラッキー。じゃあ3章8節いきますか。もう進化素材がね、落ちてくれると非常に嬉しいんですよね。私は弱い。だから正義が眩しく見えるのかもしれない。おー、スノーさんのことですね。どうなの、みんな、みんな作者に作られたのに仲悪いんすかね。いや、でも作者にみんな使われて仲良かったけど、その作者を復活させるためには全員倒さなきゃいけないからこんな感じみたいななのかな。どうにか協力して作者を復活させることはできんもんなのかね。いけ。あとあれだね、最後のボス終わった時にストーリー見れるといいですね。僕まだ見れてないんですよ。まあ、恒例のウェーブ3終わってから一気に決める、なんていうかローディングというか、そこで通信エラーが起きてしまってミッションクリア扱いにはなってるんですけど、ストーリーが見れたわけではないので、補充していく。お、いいねいいね。まあここもいけますね、サクッと。本当にボスだけだな、10節だけだな、ちょっと強いなって思える相手は。はい、風スキルを3つ、 OK ですね。で、じゃあ3章9節やっていきましょう。これはスノーホワイトかな。で、最後はクレリックアリスでいいかなと思います。大きな正義をなすために、私はこの手を汚す覚悟はあるのか。いや、でも散々もうナイトメア倒して汚してきてるからな。あ、でもアリスとかを倒さないといけないってことか。スノーから見ると正義にひれ伏せ。
本当にこのウィークって出るじゃないですか。まあウィークで今 S だったっけ、 S でも400とか食らうのか。まあモンスターによって敵によって防御力があるんでまばらですけど、ダメージは。本当に SS の炎並みに効くからな。170か。行きます。よし。とりあえずバード狙いでいく？雷撃。ああ、でもやっぱ、俺めっちゃ食らってる。なんかあのゲージの減り方、ラグありますよね。なんか、ボス戦とかになると。本当はもっと減ってるのに、じわっとしか減ってなくて、急に一気にドーンって減るっていう感じのところも多いかなと思います。はい、いいでしょう。では最後3章10節ですね。さてどんなのか僕も楽しみなんですけど、これはクレリックでいきます。一番強いので。あなたのような身勝手な理由で生きることは許せないけれど、この世界には倒さねばならないさらなる巨悪が存在している。おお、そうなんだ。苦々しくつぶやくスノー、アリスは言う。私もあなたのような偽善者と一緒にされたくない。だけれど目的のために手段を選んでいる余裕はない。2人はお互いの背中を合わせ、ナイトメアたちの群れに切り込んでいった。なるほどなるほど。まあそういう、まあ自分一人の、まあ作者を復活させたいがために、まあ倒してるけど、そんな理由で生きることは許されないと。でもそのこの世界にはもっともっと倒さなきゃいけない巨悪が存在しているから、んでまあ一時的に二人が協力するわけですね。いいね。てかこの二人の絵のカットいいっすよね。良きだな。やっぱクロスストーリー、そうだね、やっぱ進んどくべきだな。とりあえずどうしよう、まあ、序盤バフをかけておくか、みんなに。はい、 OKOK。 あとはもう攻撃しかない。 OK、 倒してくれましたね。あとは能力下げる系。あ、ゴーレム来たのか。はい、 OKOKOK、 いいっすね。で、あとは、ここでは、あ、なんか、イカつい敵じゃないな。なんでさ、スノーホワイトのさ、2章さ、あんな急にイカつい敵だったの？すべて、何がおかしいの？会話が入ってる。何かを信じているはずなのに、いつも不安でたまらない。おお、すごい、なんかちょっとブレてるスノーさんが。私は戦うだけ。結構いけたな、三章も軽くいけたな。最後の一撃、敵の端末魔が細く高く伸びていく。それはまるで人間の歌のようだった。戦いを終えたスノーは目を細めてつぶやく。もう私たちは闇に引きずり込まれつつあるんだ。その言葉の意味をアリスはかみしめるように理解していた。ふんふんふん。二人は別の道を進む。お互いの目を合わせ、あ、でここで別れちゃうわけですね。で5章で合流するのかな。さーてどうなるのか楽しみですね。いや、よかったな、クロスストーリー。ネクストキャプチャー。
まあ、ということでね、こんな感じでストーリーは4章進めてやっていこうかなと思います。うん。大丈夫そうだな。うん。まあ、こんな感じで、ちょっと3章の1箇所埋めれてないのが辛いな。まあ、また、AP が溢れてる時にでもやっておきたいと思います。はい、では本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、Twitter フォロー等ですね、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。